旧性教育機関、旧性高等教育機関、旧性女子専門学校、旧性女子専門学校とは、日本において学校教育法が施行される前の専門学校令に基づいて女子に対して専門教育を行っていた高等教育機関のことである。歴史的には多くの女子大学や短期大学、一部の公立大学の源流と位置づけられている。女子専門学校は、 高等女学校卒業者を対象に修行年限3年で設置された。高等女学校卒業者を対象とした余暇を設けた学校もある。女子専門学校は高等女学校の専攻科をその前身としているところが多い。設立主体は公立、私立のみで管理学校は存在しない。設置学科は国分、家政関係の学科が大半であるが、 医学、薬学、看護関係の学科主体の学校も無視できない。旧制の学生家の女子学生に対する高等教育機関としては、大学令による大学として、女子学生を受け入れる女子大学が設置されなかったため、女子高等師範学校及び専門学校令による私立女子大学と並び、最も上位の高等教育機関として位置づけられる。なお、旧制大学でも、 管立では、東北、九州、北海道、大阪、名古屋の各帝国大学や東京、広島の両文理科大学が、戦前期から女子の入学を認めていたほか、私立では、東洋大学や日本大学専門部に続き、同志社大学、明治大学、法政大学、早稲田大学などが女子学生を受け入れ、女子専門学校から進学する者もいた。 第二次世界大戦後の学生改革に際しては、単独で女子大学、女子短期大学に昇格するか、他の学校と統合して、共学生の総合大学になる道を選んだものが、ほとんどである。校舎の場合、オンライン線を除く女戦は新たに発足した、新生大学の家政学部、生活科学部の構成母体となっているケースが多い。また、現存する、公立大学の中でも、 都道府県立の大学は、戦前以来の公立旧制女性助成の伝統を引き継ぐ大学が多い。なお、オンライン戦については、戦後の教育改革の一環として、医学教育を大学のみに一本化する改革がなされ、医学専門学校が申請への中継ぎとして、大学令によって、旧制医科大学に昇格することになったが、その中に含まれていた東京女子医学専門学校。 大阪女子高等医学専門学校、名古屋女子医学専門学校の3校は大学霊下で初めて認可された女子大学という性格をも帯びている。もっとも大学の名称は先に東京女子大学や日本女子大学校が使用していたが、この2校は学生上は専門学校であったことを念のため記しておく。旧制の学生下では大学霊によって設置された。 女子大学はない。日本女子大学校、東京女子大学の2校は、例外的に創立時から大学を称していたが、この場合も、専門学校令により設置された、専門学校として分類される。同志者女子専門学校の要塞の授業風景。戦時中は、修行年限が短縮された時期もある。女子短期大学に昇格した学校も、その後の短期大学縮小の流れに伴い、 4年生の女子大学あるいは教学化して総合大学に改祖されるかもしくは規制の4年生大学に統合されて短期大学部として存続しているものがほとんどであり2019年現在で単独の女子短期大学として存続しているものは稀である戦後以下大学への昇格が認められなかったため転換 ABCD 戦後以下大学 地下大学への昇格が認められず、在校生収養のための旧成高等学校に転換。青山学院、青山学院と青山女学院。ありがとうございます。